フジ子 F、フジ尾の SF 短編絶滅の島、絶滅の島は、フジ子 F、フジ尾の読み切り漫画作品。1980年、スターログ初出。サイレント映画を模した初出版では、セリフがなく、宇宙人の言語による字幕があり、最後に、字幕の日本語訳が掲載されていた。1985年に、別冊、コロコロコミックに掲載された。 リメイクバージョンは地球人側の視点で描かれ地球人のセリフが追加されている。宇宙人の言語については同様に最後に日本語訳を掲載。後年 OVA 化、テレビアニメ化された。OVA の藤子 F 藤尾少し不思議短編シアター第4巻で藤本自身がこの作品を緑の守り神と全く同じテーマを裏返しにした。 一つの実験作品だと語っている。宇宙人の地球侵略を通して様々な生き物を絶滅させてきた人類に対する皮肉が込められた作品であり、藤子 F、藤尾の SF 短編の中でも残酷な描写が多い作品である。もともとは1978年に発表される予定だったが、掲載雑誌が初版の事情で中止になったため、1980年まで、 先送りされた。アンデス山中に姿を現した宇宙人はあっという間に五大衆を制圧。地球人は絶滅に近い状態に追いやられてしまった。新一と香リら27人はひしまツアーで離島に来ていたことで難を逃れた数、少ない生き残りだった。しかし、それから2年後、その島にも宇宙人が来襲し、人間狩りが始まった。新一は香りを 森の中に隠れるようさとして様子を見に行くが、その暇に香りを連れ去られてしまう。唯一、殺戮から逃れてきた仲間の中年男性の手引きのもと、新一は香りを救出することを決意する。その日の夜、体力を休めるため砂浜で焚き火を囲っていた新一に男性は語る。かつて、この島に、三つ指昔ヤモリという貴重なヤモリが生息していた。 ものの、その黒焼きが難病に効くという迷信を信じた人間による乱獲で絶滅してしまったこと。そして、それのみならず世界中の動物を欲望のままに飼ってきた人間たちが飼られる立場に立たされても文句は言えないのではないかと。夜の闇に紛れて香りの救出に向かった4人は砂浜の離れた場所に、 宇宙人が停泊しているのを見つけ接近するが、そこで殺害された人間たちが串刺しにされ、焚き火にいぶされている生産な現場を目撃する。ショックを受けつつ香りの生死を確かめるべく近づくと、香りは生きたまま近くの木に宙吊りにされていた。男性が縄を切って、香りを助け出した直後、宇宙船内部から異変に気づいてきた宇宙人が退去して襲いかかり、 中年男性は二人に生き延びろと言い残して宇宙人に突撃した末に残殺されてしまう。ついに追い詰められた二人を救ったのは意外にも襲いかかってきた宇宙人と同じ宇宙人だった。襲いかかってきた宇宙人は密漁者であり、彼らを止めた宇宙人は密漁監視官だった。新一たちには理解できない言葉で語られたのは宇宙人が言ってきた人間狩りが 三つ指昔や森を絶滅させた人間のように根拠のない迷信を信じて行われていたというあまりにも皮肉すぎる真実だった。新一たちを丁重に保護した監視官は二度と密漁者に手出しをさせないから安心して暮らすようにと伝え人類と宇宙人は皆友達だと言い残して去って行くのだった。藤子 F 藤を少し不思議短編シアター第4巻収録 ナレーションのみで、その他の人物は声優を割り振られていない。2000年1月27日、日本テレビ系列の週刊ストーリーランドの枠内で放送。ただし内容については、残酷な描写がカットされ、エンディングも人類が皆生還するなど大幅な改変が加えられている。藤子 F、藤尾大前集少年 SF 短編第3巻446ページ。 ありがとうございます。